リコーブースです。リコーブースで僕が注目したのは新しいスポーツ用のカメラ WG5GPS です。このカメラはかなりごつい外観デザインなんですけれども、広角ズームがあるけれどもレンズが出っ張らないタイプ、一見どこを持ったらいいのかっていう感じなんですが、裏から見るとこんな感じになります。上がへこんでますね。ストラップポイントは右側だけで、非常に幅広いストラップ、カラナビなんかと合わせやすい感じになっています。そしてこのカメラメニューを見てみるとこんな感じです。注目はモードの中にインターバル撮影があるということですね。でこのインターバル動画というモードもあるんで、そのメニューを詳しく掘ってみたいと思います。撮影間隔が1分が最短、1時間が最長。この1分はねちょっと長すぎる感じがするんで、ぜひもうちょっと短いモードも欲しいですよね。で何時間撮影するかの最大は5時間59分までインターバル撮影できます。ユニークなのが撮影開始時間を指定できることです。これは24時間先まで指定できます。1分間隔で24時間後にスタートさせ、6時間撮りたい場合はこんなメニューになります。何しろ防水防塵なので、いろんなところでこれも使えそうですね。以上リコーブースからでした。